ます。ゆいです。よすけです。なこです。ご飯くれてねえな。ご飯食べるの？ということで、今日は購入品紹介をしたいと思います。久しぶりの購入品紹介かも。そうやね、夏できてなかったかもな。そうやね、ちょこちょこストーリーとかで買ったものとかあげてるんですけど、ちょっと YouTube は久しぶりなので、最近買ったもの、まだ冬服、まあニットとかは買ってるけど、買ってんな。そうやな、とはいえ、寒さ対策まではまだできてないかなぐらいの感じ。秋始まりって感じの購入品を紹介します。で、動画後半でスタイルボーイスさんと去年の秋から春に続き今年の AW もコラボさせていただいたので、それも紹介したいと思いますので、ぜひ見てください。去年ね、たくさん購入していただいたコート、そう、去年1週間ぐらいで完売しちゃって再販できなかったんですけど、今年もちょっと2色カラーを追加させてもらって、ありがとうございます。ありがとうございます。追加してもらってまた販売できるので、はい、ありがとう。塩コショウ、塩コショウもう一個あんねん。ありがとう。10月6日にラフォーレ原宿の5階で私のコラボアイテムが試着できるイベントがありますので、はい、ぜひ購入検討の方はお待ちしております。また最後にご説明するのでよろしくお願いします。お願いします。では最近買ったものを紹介していきます。誰から行こう？何個から行く？あれ、なんかもっと買ってる気がしたんやけど、まだ届いてないんか。そうやね、まだか。ありがとう。パパでもこれ紹介しようかな。これはママの服。最近買ったの。ママ待ってて。キャップ。じゃあ楽天で購入しました。気に入って被ってくれます。北海道旅行でたくさん被ってくれたキャップです。はい、色も結構カラバリありましたので、お好みの色で。しかもなこちゃんでだいぶギュってちっちゃくして被ってるんで、キッズも大丈夫かなと。サイズ調整できるのでありがたいですね。いいですね。シンプルで使いやすいキャップ。で最近買ってまだネルがついてる。ほんまや。ザラの秋服。ゆいみたいな服や。そうやね。似てる。サイズはなんか絶妙やな。これは今92センチのサイズを購入しました。来年どうなるやろな。まあぴったりぐらいちゃう。ちょっと大きいぐらいが長く着れるかなと思うので、あんまり小さめは買わないようにしてね。とはいえね、ドロドロにしてくれるからどうなるんやろうって感じがありますけど。でこのボーダー。うわ、後ろにタグあるんや、こんな。可愛いな。可愛い。サロペットとかと合わせたり、すごい豪華なプレートが来ました。ありがとう。一緒に。一緒に。これ、ダンス待ってて。はい。ありがとう、なこちゃん。このパンツ、これな、結構でかかってる。でかいな。そうよね、サイズ。間違って110買ってんな。お前な。来年か。ちょっとなこちゃん、これ足りひんな。胸ぐらいもなろう。しゃあないしゃあない。あそこ来た。これもさ、ちょっとでっかい。なんか間違ったんかな、うち。110入れちゃったんかな。なあ、これも大きくなった。まあ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 、可愛いけど。可愛い。でも着れるね、来年。これはビームスでオーダーしてたやつ。可愛いジップのニットで。なんかこれさっと羽織れるのもいけるし、これ1枚でも着れるので結構活躍しそうやな。これも最近届いたからまだ着るタイミングがなくてな。24万2イヤーぐらいです。アウターとしても使えるから良さそうよね。そうやな。猫たちの靴たち、このモコモコのスリッパみたいなやつ、これ気に入ってさ、めっちゃ履いてくれる。可愛いです。サイズは何センチ買ったんやろ。14センチ相当のやつを買ったと思う。足ない。足ないね。あっちや足。このブーツも今年初挑戦やな。可愛いない？大人っぽい。大人っぽいな。可愛いです。ちっちゃすぎて可愛い。ママとお揃い風できる。大人っぽいコーデができますね。可愛いですね。これが韓国のヒュンダイソールで買ったニューバランスです。なんか珍しい形であんま見たことなくて購入しました。ちょっと大きいな、まだ。ちょっと大きいな。春ぐらいね。春ぐらい。もうちょっと大きくなるのを待ってるって感じやね。気に入って履いてくれること。次は私の購入品紹介です。グレーとホワイト。うわーすごい。来た。ありがとうございます。大きい。パクパクパク。こんなんほんまに食べたいな。どこどうなんてこれ。ちっちゃい。これママ。これありがとう。ありがとう。乾杯。なこたちとパパ遊びに行きました。私の紹介します。このキラキラトップス、ニットトップス。この形去年からハマってて、今年も購入しました。ホーシーさんです。ブラックとかもあって迷ったんですけど、グレーにしました。次はスウェット。なんかボリューム感が可愛くて。購入しました。黄色っぽいアイボリーっぽいやつと迷ったんですけど、これもグレーにしてました。ティティベイタさんです。もっちりしてるスウェット、ニットスウェットみたいな感じなのでたくさん着れそうです。これからの季節結構楽天の購入品が多いかも。でこちらはドリエリーさんのホットスです。このスクエアネックが可愛くて首周りがすっきり見えるので、これが好きで購入しました。ピタッとしてる感じですかね。これは韓国でヒュンダイソウルで買ったものたち、インサイレンス、お友達のあゆちゃんがたまに買う洋服屋さんで私も一緒に見に行って可愛くて3着も買っちゃいました。セールやったんでこれも可愛いあれも可愛いなんてお得さを感じてしまいました。このニットカーディガンデザインが可愛くて、でちょっとショート丈なのでいろんなお洋服に合わせやすいなと思いまして購入しました。袖周りもボリューム感があって可愛いです。これがインサイレスの1着ね。2着目はシャツを購入しました。黄みが強いシャツで、このウエストをギュッと絞れるところも可愛いな。前で絞ってもいいし後ろで絞ってもいいしって感じで、今の季節にちょうどいいかも。さらっと羽織れて春先も使えそうですね。中にインナーを合わすことで冬もハイネックとかいろいろ合わせて長い期間楽しめそうです。グレー何色って意味なんだよこれ。このシアートップス、これも可愛くて新しい素材、なんて言ったらいいんやろ。体洗うタオルにちょっと似てるかもしれないですけど、ちょっと素材があんまり出会ったことなくて可愛くて購入しました。でジャケット、展示会に行った時にオーダーしてたジャケットが最近出てきました。ガジェスのジャケットです。ちょっと着てみます。オーバーサイズな感じに惹かれて購入しました。可愛い。黒あんまり持ってなかったので黒を買ってみました。はい、今着てるお洋服も最近の購入品です。クオイルのパンツ、ラップパンツ、ここで結べる、まあ自由自在ですね。ウエストのサイズ自分で調節できるのとハイウエストにできるので足長効果とか着痩せするってみんな言ってます。このパンツはお気に入りです。普通のスラックスというか普通のパンツは持ってたんですけど、こういうデザインのあるパンツは持ってなかったので嬉しいです。ゲットできて。トップスもクオイルのトップスです。後ろに背中が開いてるので、と今中にキャミを着てるので背中は見えないんですけど、まあ合わせ方によっては背中も見えるコーデもありだと思います。ブラトップとかそういうインナーを変えて楽しめるかなと思います。はい、ということで僕の番です。まずはこの3つ、こういうフードパーカーとかブラックのスウェット、ジップ付きのパーカー、これは全部ロサンゼルスアパレルっていうブランドのスウェットになってて、去年一昨年何年買い足してるんやろっていうぐらい買い足してます。で無地で形が良くて生地がしっかりしてて裏起毛であったかい、このいろんな要素がしっかりとしてるブランドなので、個人的にはすごく好きで、あとは T シャツもロン T とかもよく買ってます。めっちゃ使えてほぼ冬これしか着てないぐらい着てるんでとてもおすすめです。で次は購入品紹介、僕の中では定番になってるんですけど、古着って言ってもいつも買ってるのは大体決まってて、これはラルフローレンのチェックシャツ、90年ぐらいのブレイクっていうタグのチェックシャツです。シルエットが好きで、見つけたら好んで買ってます。まあセカンドヴィンテージになればいいかなと思う。あとはリーバイスの501メイドイン USA のデニムです。ブラックはあんまり持ってなかったのでリーバイスに関してはこれを買いました。次、最近発売されたアークティリックス×ビームスのコラボのスコーミッシュっていうナイロンのジャケットです。もともとすごく好きでコラボ自体もいつもかっこいいものが毎年出てきてて、今までこれで計3回と約6年間にわたって2年に1回買ってるんですけど、今回は防水防風のモデルじゃなくて軽くて多少の雨風も防げるっていうモデルにしました。最近は登山にもハマりつつあるのでこれ着て山登りしようと思います。で最後、まだタグついてるんですけど、ユニクロ C のフーディーコート L サイズです。モンスターパーカーみたいなシルエットのジャケットになってて、でこれがかっこいいなと思って選びました。秋の購入品はこんな感じで、まだこれから冬に向けてキャンプとかアウトドア系の服が多くなるとは思うんですけど、またご紹介できればと思います。そして次はスタイルボイスさんのコラボを紹介します。今回はアウター3肩とニット類2肩とワンピース1肩の展開となっております。結構ボリューム満点でコラボさせていただきましたのでどのアイテムもとってもお気に入りの一着になりましたので紹介していきます。今持ってるニットも可愛いふわふわのモヘアのニットです。これはこの前私も北海道で着たんですけど可愛く仕上げてくださいました。3色展開です。着ていってみます。まずはホワイト、こんな感じです。このほわほわ感で首元はちょっとすっきりさせて、で丈感もこうやって出して着用してもらってもいいですし、インしてデニムとかパンツとかスカートとか何でもインして着用してもらうのも可愛いです。こんな感じですね。でこれも今はまあなんかキャミで着てもらえるのと、あとインナーを変えたら真冬も楽しめるかと思います。でも軽いんですよこれ。ニットってなんか重い、まあモヘアだからこうめっちゃ軽くていいです。次はピンクです。この絶妙なピンクが可愛くてとてもお気に入りです。新鮮な感じがします。でもたまにピンク着るんですけどいいですね。次はグレーです。グレーはやっぱり安定に可愛いですね。私もグレーに惹かれるのでめっちゃ着そうやな。濃すぎず薄すぎないのグレーのカラーが絶妙です。本当に軽い軽皮。私156cmで丈感はちょっと足まで見えないんですけどこのぐらいです。皆さんどっち派ですかね。出して着用するのかちょっとインしてすっきりウエスト周りを見せるのか、どっちも可愛いですね。ニットラバーなのでめっちゃニットを集めちゃいがちです。お気に入りの1着が増えて嬉しいです。次はケーブル編みニットです。あ、おかえりなさい。ね、こちらはショート丈のケーブル編みニットです。柄もちょっとこだわって作っていただきました。後ろから見ても可愛くてショート丈っていうのもおすすめポイントです。長めの丈のこういうケーブル編みは持ってたんですけど、こういうショート丈のニットが欲しくて作ってもらいました。しっかりあったかいです。素材も少ししっかりしててこれ1着でとっても可愛いアイテムです。やっぱりアイボリー、こちらのホワイト系の色味はきっと人気じゃないかなと思います。冬ってこういうホワイト系が欲しくなるんですよね。ボリューム感もなんかシンプルすぎず、でもコートの中でも着れるようなサイズ感にしてもらいました。こちらもグレーがございます。やっぱグレー可愛いな。ブラックもあります。締まるなコーデが。まあちょっとオールブラックなんですけど、まあ、いろんなボトムスに合わせて着用してみてください。で次はコートを紹介していきます。去年ライトグレーとブラックの販売があってすごく好評いただいたので2色追加させていただきまして販売させていただきます。新しいカラーはライトベージュです。白すぎずベージュすぎず絶妙な色合いで作ってもらいました。すごい可愛いです。でこれもあんまり明るめのコートを持ってなかったんで結構新鮮な感じでちょっと見えへん乗りますで結構身幅があってオーバーサイズになってます。でこの袖周りお袖の部分も幅がたっぷりあるのでニットとかそういうボリューム感のあるトップスの中に着用できるので、私もニットとかスウェットとかそういうボリューム感のあるものを冬着用することが多いのでこういうコートがあったらとっても助かるなと思いまして去年作っていただきました。でこれは前全部締めてもいいですしハイネックにもできるので、はい、こんな感じで着方によっていろんな楽しみ方があります。でしっかりあったかいのでそれも今ちょっと暑いんですけどコートってめっちゃ重さ大事じゃないですか。でもこれ見かけによらず結構軽いんですよね。疲れちゃうんでねコートをずっと着てたら。そして次はチャコールグレーです。新しいカラーになります。ちょっと濃いめのグレーです。全然印象が違うかも。普通のグレーと去年はこちらのグレーなんですけどこのチャコールグレーも追加になりました。可愛い4色展開なんですけどどの色もすごい推しなので推し決めれないですね。でおすすめポイントこのサイドスリット、すいませんサイドスリットが入ってるので歩きやすくなってるのと靴とかパンツとかボトムスとちらっとデザインが見える。結構コートって全部中に着てるものが見えなくなっちゃうことがあるんですけどこういうちょっとボトムスがちらっと見えるところもお気に入りポイントです。結構シンプルデザインなんですけど形とか大きさとか丈感とかにこだわって作成してもらいました。去年も発売してた黒です。友達たちが買ってくれててめっちゃ着用してくれてね一番着たコートを着てもらえてめっちゃ嬉しかったです。黒もやっぱり安定に何でも合わせやすいので良きですね。丈感難しい、すいません。丈感は私156cmなんですけどちょっとくるぶしぐらい。あとまた着用写真載せてもらいます。165センチの友達たちが着用を去年してくれてた写真です。短すぎず長すぎずっていう感じで着用できるので、このお二人もめっちゃ着てくれてたらしくて、新しい色が出るって言ったらめっちゃ喜んでくれました。ありがとうございます。で、去年のカナベレ、私のインスタを見ていただいてる方はめっちゃ登場してたものです。続きましてまたアウターです。ちょっとコートとは違ってボリューム感のあるアウターを作ってもらいました。こちらはキルティングジャケットです。サクッと着れるのが良くて、シンプルなダウンが多いと思うんですけど、デザインを加えて可愛いダウンを作りました。私自身も自転車に乗ったりするので、自転車となるとこういうショート丈のダウンがすごい大活躍するので、それで、なおかつおしゃれなデザイン性にこだわって作りました。このボタンじゃなくてこのリボンになっておりまして、はい、こんな感じですね。結構あったかいです。中綿が入ってるので、お尻もちょうどこのぐらいですね。でこれもお袖の幅感があるので、中にいろいろごめます。白は汚れちゃうと思うんですけど、キャンプとかそういうアウトドアとか公園とか、そういうコートではないなっていうお出かけの時に着ていってほしいアウターになります。でしっかりこのちょっと大きめのポケットもついてるので、でもあえてデザインとして外側につけてもらいました。でブラックもこんな感じです。でここにちょっとスリットが、さっきで紹介したそう、ここにスリットが入ってるのと、腕のここにもスリットが入ってるのでデザインを入れました。このリボンが推しポイントです。リボン好きなのでちょっとフェミニンさも入れつつ、カジュアルすぎず可愛すぎずっていう感じで作成してもらいました。次はジャケットです。じゃーん。これも結構インスタに登場してると思うんですけど、このジャケット2色作ってもらいました。ブラウンとアイボリーの2色展開です。ノーカラージャケットになってまして、シンプルなデザインです。結構サイズ感にこだわりまして、ピタッとしすぎずオーバーすぎず、フォーマルな服装の時にも使いやすいし、デニムとかに合わせてカジュアルめに着用できるようなデザインに仕上げてもらいました。で結構長さもお尻全隠れぐらいですね。これぐらいのサイズ感です。軽くてさらっと羽織るので活躍する時期が多そうです。ポケットもこちらついてまして、素材感もさらっとしてる生地です。肉厚すぎず春先も着用できるアイテムになってます。アイボリーはこんな感じです。珍しいかも、このカラーなんか新鮮です。真っ白すぎずベージュすぎずっていう感じの程よいアイボリーのカラーで作りました。他のアイテムと合わせやすいデザインとカラーになってます。続きましてワンピースです。これは先日インスタに載せたらすごいご質問いただいたワンピースです。ウエストの位置が上目になっておりまして、足長効果というかちょっとスタイルアップにもなるように形を作ってもらいました。ピタッとしすぎずちょっとゆとりがある身幅というか、この最初ちょっとピタッとしてたんですけど、やっぱいろんな骨格の方がいると思うので、どの骨格の方にも着ていただけるように着用しやすいサイズ感になっております。でボリューム出したところはこの肩周りの部分がボリュームを出しまして、シンプルやけどちょっとデザインがある可愛いワンピースに仕上がりました。でこの手首周りのボタンがここがキュッとなってるので、こちらも着痩せというか細見えするんじゃないかなと思います。幅広いシチュエーションで楽しめるように作成しました。でここにポケットもついておりまして、結構ワンピースってポケットない時があるので、ポケットあると便利かなと思いましてつけてもらいました。私156センチで左くるぶしぐらいです。こちらのバター感あるカラーはライトベージュです。これはわさぎオンラインのサイト限定のカラーとなります。ここが可愛いですね。こちらブラックです。ブラックもやっぱ安定に可愛いですね。でボタンを外して着用していただいても大丈夫です。こういうワンピース脱ぐ時きついみたいになると思うんですけど、ファスナーがお尻ぐらいまで下がるので下からも着用できます。黒はこんな感じです。3色目はブラウンベージュです。ちょっとピンクっぽい色のブラウンベージュになります。でも肌なじみが良くて可愛いカラーです。違うお色味のベージュですね。これからの季節とか春先にも楽しんでいただけるアイテムになってます。ではこんな感じでスタイルボイスさんとのコラボ紹介は以上となります。インスタでもスタイリング着用写真をアップしていくので、ぜひ見てください。ちょっとバッテリーが切れてしまいまして、最後は iPhone でいきます。冒頭でもお伝えした10月6日にラフォーレ原宿の5階のうさぎオンラインで私のコラボアイテムも試着できるイベントがありますので、ぜひお待ちしております。私は12時から1時、14時から15時の間に店頭に立っておりますので、相談とかお洋服のご相談とかも乗れるので、ぜひお待ちしております。購入品とスタイルボイスさんのご紹介は以上となります。また購入品ストーリーに載せますので、ぜひ見てみてください。秋冬もファッションも楽しみながら、いろんな行事も楽しんでいきましょう。以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。では。